高橋愛&超新星ユナク&ソンジェラが登場。2018韓国観光フェスティバルが大盛況のうちに閉幕。超新星ユナク&ソンジェ文化体育観光部韓国館光校舎が東京ドームシティプリズムホールで開催した2018韓国観光フェスティバルは6月12日火曜日、13日水曜日の会期を終え閉幕した。韓国再発見シャープだけじゃない韓国をテーマに、韓国の最新の観光情報やグルメ、文化などの体験コーナーや K-POP ライブ、トークショーなどのステージを通じて、韓国の魅力を再発見してもらえるような催しを行い、2日間で 11,650 人もの来場者、主催者発表を迎えた。高橋愛6月12日火曜日は韓国文化体育観光部次官のらや州日本国大韓民国大使館の特命全権大使リアケイサオに、本側では国土交通省観光庁審議官の河原林康人など日韓の要人9人を招いたオープニングセレモニーで開幕した。人気俳優イ・ジョンソクのトークステージは多くの来場者が行列を早い時間から作った。シャラまた、頻繁に韓国に行っているという韓国好きの人気モデルサラは、韓国で買ったという韓国初の人気ブランド、スタイルなんだ、のブラウスで登場。韓国のカフェが大好きだというサラは、韓国のカフェは食べ物自体が可愛いのはもちろん、店内が可愛いお店が多いのでインスタ映えしやすい、とおすすめのカフェを自身の写真で紹介した。和牛6月13日、水曜日は、韓国の5人組人気アーティストマイネーム、チェジン、セヨン、ジュンキューのライブでスタート。タンマレ、韓国語バージョン、や、We Made It、などを披露し、早い時間から盛り上がりを見せた。日本でのステージも多いマイネームは、韓国に帰った時に行くおすすめの飲食店などを紹介した。また、2017年にソウルでのお笑いライブを成功させた人気芸人、和牛は、ソウルでの思い出を、声を合わせて、ソルロンタン、と語り、また今度は韓国で単独ライブがしたい、と話した。マイネムチェジン、セヨン、ジュンキューその後、日本でも話題の料理研究家、イーン君による料理実演では、ネクストチーズタッカルビと言われている、トッカルビ、を披露。実は辛いものはあまり食べないというイン君は、韓国料理は辛いものも辛くないものもあります。辛くない韓国料理もぜひ楽しんでください、と語った。フェスティバル終盤に登場した人気アーティストダブルエース、超新星ユナク&ソンジェで最高潮の盛り上がりを見せた2018韓国観光フェスティバル。ダブルエースの二人は、久しぶりに会えて緊張しているけど、嬉しい。とコメント。最近マッコリにハマっているというソンジェは、マッコリのたくさん置いて、あるお店があるので、韓国に来たらマッコリを楽しんでほしい、と話した。楽曲、Song for You など3曲を披露し、ステージを盛り上げた。超新星ユナク&ソンジェ、イベント概要、2018韓国観光フェスティバル、韓国再発見シャープだけじゃない。韓国、2018年6月12日、火曜日、14時から18時まで2018年6月13日、水曜日、10時から18時まで入場料、無料会場、
東京ドームシティプリズムホール、西側、主催、文化体育観光部。韓国観光公社公園、日本、国土交通省観光庁、日本政府観光局、JNTO、日本旅行業協会、JATA、全国旅行業協会、アンタ、韓国、駐日韓国大使館韓国文化院、韓国旅行業協会、カタ、韓国訪問委員会、関連サイト公式サイト、https://kankokukanko.com